皆さんです。今年で19回目の参加となります。今年のテーマは森。微生物からイノシシなどの生き物の営みによって循環形成されている森。どんぐりが地上に落ちて芽吹き、水を育み、一滴の雫が谷となり川となり海へ注がれ、多くの命を育む様を体現しました。高知県のチーム、梼原の皆さんです。梼原行くだよ。高知県はですね、四万十川の源流域、梼原町という町で活動してます梼原でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。行くよ子供たち。森、一宮を照らす構え。
薄原はっ、ありがとうございました。はっ、薄原でした。ありがとうございました。ございました。遊びに来てください。薄原町いいところですよね。